兄弟姉妹に見られる性格の違いランキング、マイプロジェクト TV の伊藤健です。以前にクレッチマーの性格類型ってやつをご紹介しましたが、あれってあのドイツのエルンスト・クレッチマー博士が提唱したやつで、太っている人は温厚で、痩せている人は真面目で、筋肉質なマッチョな人は頑固みたいな、本当かそれみたいなやつ、全ての人に当てはまるわけじゃないけど、こういう過去の研究を多少は参考にして初対面の人ともうまく接する、それができるやつだ。そこで今日は兄弟に見られる性格の特徴をランキング形式でご紹介していきたいと思います。なんとなくなんとなくそういう違いがあるのをわかるじゃないですか。ではいくぞ。まずはお兄ちゃんに見られる特徴10位から5位まで。あのちなみに僕は長男です。だからね、まあ、当てはまるんだろうねこれ。はい、ドン。5位、気前がいい。わかるわかる、懐大きいからね伊藤ちゃん。7位、威張りたがる。そうか、親に気を使って腰低く低く生きてきたけどね。じゃあお兄ちゃんに見られる特徴を一気に2位までドン。2位、ズボラ。そうか、むしろ几帳面なんじゃない。8位に神経質ってあるじゃないね。神経質でズボラ、ちょっとよくわからんね。そしてお兄ちゃんに見られる特徴第1位はこちら、責任感が強いですよね。自分が何とかしなきゃってなるもんね。そんじゃ次はお姉ちゃんに見られる特徴10位から5位までドン。6位、落ち着きがある。8位、親切だって。優しいイメージだなこれ。そしてお姉ちゃんに見られる特徴一気に2位まで、はい。2位、温かみがある。3位、思いやりがあるとかね。あのさ、あの僕姉はいないんですけど、あの姉ちゃんがいる友達はさ、自分の姉のことをさ、なんかボロクソに言うじゃない。あいつ女じゃねえとか、こないだ蹴り入れたったとかねあれ何なんだろうね。本当は優しいお姉さんなんでしょ。ということでお姉ちゃんに見られる特徴第1位はこちら、物静か。やっぱねお姉ちゃんはこうじゃなきゃね、こうあってほしいもん。あー、優しいお姉ちゃん欲しかったな。なお心理学者の拓磨教授は、お兄ちゃんお姉ちゃん最初の子供の特徴として、争い事を避けて人間関係を重んじると結論付けてます。わかる、くっそわかる。だから伊藤ちゃんこうめんどくせえこと嫌なんだろうな。ということで今度は弟くんに見られる特徴を一気に5位まで、はい。あ、なるほどねそういうキャラ設定できたか。なんつーのこう、あのわんぱく坊や的なね。5位、がむしゃら。9位、軽はずみ。軽はずみ、なるほどね、軽はずみ、やらかし系か。そんじゃ弟くんに見られる特徴2位までドン。2位、反抗的。あ、そう、なんかこうなんつーのかな、兄ちゃん姉ちゃんにバーンってビンタされてシュンとしてるイメージだけどね僕はということは弟くんに見られる特徴第1位がこちら、冒険好き。まあ男の子はね、まあ、大体こうなんだけど、お兄ちゃんと比べてよりそういう傾向があるのかな。最後は妹ちゃんに見られる特徴10位から5位まで。僕ね妹いるんで、妹のクソっぷりがね分かってるんで、ちょっと期待です。ドン。7位、おしゃべり。そう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 、うるせえんだって妹って。なんか世の中さ、妹をさ神格化してる人いるじゃない10位、楽天的。出た出た、兄が気を使って心配してるようなことも何の根拠もないくせに楽観的。そこがねいちいちムカつくんだよね。テンション上がってきたな伊藤ちゃん妹ちゃんに見られる特徴2位まで、はい。3位、ちゃっかりしている。ちゃっかり、ちゃっかりしてんだよ、うちの妹も世渡り上手っていうかさ。そんで4位のわがままでしょ。クソわかるわ。最後、妹ちゃんに見られる特徴1位はこちら、甘ったれ。これ、この性格の違いを調査した拓磨教授っていう人なんだけどね、これ拓磨教授も妹いたんじゃないこれ。これ分かる、分かるよこれ。妹へのね、妬みが垣間見れるもん。あや子甘えてんじゃねえよってこういつも思ってたよ。まあ、あや子っていうのは僕の妹なんですけどね。で、弟くん、妹さんに共通する特徴っていうのは、甘え上手だけど頑固なところもあるとの結論。なんとなく、分かるかな。韓国人の人は年上とか年下とかをこう重視して人間関係を築くっていう話を聞いたことあるんですが、お前兄ちゃんか姉ちゃんいるみたいなことをさりげなく聞いて、このランキングをね、人間関係を築く一つのヒントにしてみてもいいかもしれません。ということで今日は兄弟の性格についてのお話でした。チャンネル登録よろしくお願いします。